海の家は、朝一企画に所属する日本のお笑いコンビ。2011年に中央線ウィズを解散し、ピンで活動していたウェイウェイと同じくピン芸人として活動していたマサエにより、2012年7月に結成。もともとは二人ともピンで活動していた時に、トークライブにて、賞ーレース出場のために組んだコンビであった。コンビ名の由来は、 マサエが夏好きであること、結成した時期が夏だったことから、夏をイメージした名前を選んだ。2014年中に、浅イ企画所属となる。ネタはコントが多いが、時事漫才も行うことがある。M-1 グランプリにも出場している。2016年4月28日、初の MC を務めるウェブ番組、イクドル中野坂上の陣がアベマ TV にて、放送開始。 2018年、第2回女芸人ナンバーワン決定戦座、W にて準決勝進出。ABCDEF 海の家公式プロフィールより。ABC 海の家ウェイウェイ。バカよあなたは新道流美の女芸人研究室。2016年7月19日閲覧。ABC 東海ラジオ開局60周年記念。 ガツイチデラブレイク次世代パーソナリティ公開オーディション4月度エントリーナンバー2海の家ウェイウェイのブログ2012年6月5日で発表1六一回戦東京新宿シアターモーリエール R-1 グランプリ2011 2016年7月19日閲覧 AB お笑いライブてっぺん芸人データ金沢まさえハット AB 金沢まさえフェイスブック 自己紹介より。A.B. 海の家正へ。バカよあなたは、新道流美の女芸人研究室。2016年7月19日閲覧。マイク1本。金沢真っ最の未確認女芸人。2016年7月19日閲覧。T.B. 出たくら。2016年3月9日。放送日本テレビ芸人報道。ワイヤーアクション。 2016年3月10日閲覧。海の家。M-1 グランプリ2015。2017年3月8日。閲覧。デビュー2ヶ月の新人グループが生々しいバトルを展開。ネットネイティブ。2017年3月8日閲覧。2016.0428。iPhone&Android and アプリ開発株式会社ヒロプロ。2016年5月11日。 閲覧。ご機嫌よう最終回。金沢マサイの未確認女芸人。二千十六年七月十九日閲覧。マサイツイッター二千十六年五月九日。コントの色紙ライブ二千十六オープニング映像。映像制作団体ネーヌ。二千十六年十月十八日。閲覧。ボーレリー、面白い。が見つかるお笑いライブ検索サイト。ボーレリー、わらー。 2018年9月5日閲覧、ありがとうございます。